ネット怪談というものは大きく物語路線とリアル体験路線に分かれるというものを1日目でもお話ししたんですが、今日はリアル体験路線のネット怪談史についてお話ししましょう。2003年に物語路線の方向性を確立したのがくねくねという作品であり、まあ、そしてそれの言って早いうちの頂点となったのが2005年の小鳥箱だったということを初日にお話ししたんですが、ちょうどこのあたり同時期にまた別のジャンルがネット上で誕生していったんですね。それは実況ものとでも言いましょうかね。リアルタイムでこんなところに行ってこんな体験したよっていうものをその場で書き込む場合もあれば、まあ、その日のうちあるいは数日以内のうちに家で書き込む場合もある、もう本当にライブ性の高い、現在進行形の出来事の報告、つまりストーリーとしてかっちりはしてないんですけども生っぽいライブ性の面白さというものがある、そういうインタラクティブなネットカルチャーを反映した怪談群というものが発生してきたわけですね。まあ、これ怪談ではないんですが、まず有名なものでそういうインタラクティブなライブ性をの面白さという意味で言えば2002年の G 研究、若い人多分知らないですよね。うちらはもう結構流行ったんですけどね。 S 研月宮、お兄ちゃんどいてそいつ殺せない、知らないですよね。キラーワードとかがあったんですけどね、まあ、これは知ってると思います。2004年の電車男、これはもう怪談というよりインターネットの歴史に三千と輝く、一つの大事なメルクマールですね。電車男というものがあって、映画化されたりドラマ化されたり漫画化されたりもしたんで、おそらく結構多くの人は知ってると思いますが、すごい長いんですけどね、このどれも。ただまあ何かお時間の時にインターネットの歴史を勉強するという意味では損にならないので、ちょっと見ておいてください。こうした流れが怪談の方にも流れていくことになりますね。なのでこの実況的なリアル体験路線のネット怪談というものが生まれてくるわけです。2004年リアル体験路線にとって非常に重要な作品が誕生しました。如月駅、おそらく、まあ、杉沢村、犬鳴き村に続くぐらい有名なのかもしれません。もしかしたら杉沢村よりも今は如月駅の方が有名かもしれないぐらいですね。これは投稿者の蓮見さんというおそらく若い女性の方なんですが、新浜松の駅から遠州鉄道というローカル路線の終電に乗っていたら、気づいたら奇妙な駅に迷い込んでしまったという、まあ一言で言ったらそういうお話なんですけども、ここでまず革新的だったのが、投稿者が2チャンネルのオカルト版にリアルタイムで逐一自分自身が今電車乗ったら変なところ行ったんだけど、この駅の周りなんかどうも様子がおかしいんだけどっていうものを、状況を4時間にわたって書き込み続け実況し続けていった、ここがやっぱり、ね、私は非常に重要なポイントだと思います。今まさに異世界にいる、異界にいるという恐怖を実況して、それを見たスレッドの住民は、まあ、大丈夫、どうしたらいい、こうしたらいいっていうのを本気でアドバイスを返す、そんな風にやり取りが双方向で行われていって相乗効果で盛り上がっていくっていうのを可能にしたのは、まあ、皆さんお分かりになると思いますが、携帯電話の普及、携帯電話の回線の発展、インターネット2チャンネルとかに携帯電話から書き込めるようになったっていう、まあ、IT 技術の発展がそれを可能にしたわけですね。パソコンオタク、 IT オタクじゃなくても気軽に何か変なことがあったら携帯で2チャンに書き込むっていうことがそんなに違和感ない、不自然なことじゃないよねっていう時代にならないと、この如月駅という階段は成立しないわけですよ。でそれとはまたちょっと路線が違うんですけれども、やはりリアル体験ものの非常に革命的なものだったのが、本当に危ないところを見つけてしまった、通称本気、まあ、本アブと書いて本気。これは2004年の9月、つまり如月駅から8ヶ月後に誕生したスレッドですね。ただこれ2004年の9月から2007年までずっと書き込まれた、もう大河ドラマなんですよ。なのでこれね、私も実は全部読んでません。私の妻は全部読んだらしいんですけど、ものすごい長いです。失われた時を求めてか、本当に危ないところを見つけてしまったか、どっちかぐらいっていう話なんで、ざっくり言うと、岡山県のある心霊スポットに肝試しをしていた若者グループがいて、それが一人行方不明になってしまった。それは昨日のことなんだ。で、みんなちょっと見つけてほしい、どうすれば手がかり、情報が得られるかなっていう相談をしたのが、まあ、投稿者。それを読んだスレッドの住民も実際にその現場に行って現場レポートを行って、あ、このマンホールの蓋これじゃない、あ、この廃墟あれじゃないみたいな風にして
そいつらもまた書き込んでいく。だから情報提供者、投稿者とは別に情報を読んだ人たちもまた投稿者となって会談をこう双方向で発展させていく、まあ、一頃の杉沢村や犬鳴村と同じ流れではあるんですが、それの2000年代バージョンが本気だったわけですね。これはね、フェイクドキュメンタリー映画を見ているような盛り上がり、ドラマ性、とある廃墟を軸にした壮大な物語が展開していくわけなんですね。先ほど言ったように非常にこれはもう長いし膨大なデータ量があるので全部を把握するのはほぼ不可能なんですが、これを読むこと、エンタメとして楽しむことを可能にしたのがまとめサイトっていうものの影響力が大きいですね。2000年代ちょっと過ぎてくると2チャンネルというもののスレッドの原文を読むわけではなくて、ストーリーラインをきちんとまとめたまとめサイトというものが出てくるわけですよ。2004年の電車男のヒットはまさにこのまとめサイトのおかげによるんですけれども、なのでこの本気、本当に危ないところを見つけてしまったもやはりまとめサイトがあったおかげで、みんなに広まって、こんな面白い怪談があるんだ、こんな面白い出来事があるんだという感じで享受されていった。そのスレッド1スレ目から見ている古参の読者だけじゃなくて新規参入者、まあ、私もそうですし私の妻なんかもそうでしたけど、がそんな変な話あるんだ、じゃあ見てみようってなってくると、まとめサイトに効率よくまとめられているので、それを確認して新規参入者も参加しやすくなるというわけですね。一定の文化的な成果というものがまとめサイトのおかげで上がったのかなというのは事実だとは思います。こういったように2004年に如月駅、本気という、まあ、レジェンドクラスの2つのリアル体験路線の回覧が作品が生まれて、そして翌年の2005年には小鳥箱、両面宿儺というものが生まれた。そちらの方でストーリー路線というものが確立されていった。つまり2004年2005年のこの同時期でリアル体験路線、物語路線というのの枝葉がはっきり分かれていったのかなと私は考えています。その他2004年のトピックスとしてはビッパー入足ビップ版ですね。2チャンネルのネットの文化として釣りだか釣られるんだがもうそんなことは関係ない、とにかく祭り面白ければいいというプロレス的な盛り上がりを見せたのがビッパーでしたね。私もこれバイトしながらずっと仕事せずにパソコンでビップは読んでました。その影響は多分私の実話怪談にも影響を与えられているのかもしれません。プラス2004年には怪談で言えば猛スピードとタイトルが付けられるような、まあ、非常に短い怪談なんですけどね。夜中屋上で双眼鏡を覗いてたら向こうの坂の方からガリッガリのした裸の男の子がこっちに向かって走ってくる、やばいっつって逃げるっていうお話、これはもう名作とされる猛スピードというものが生まれましたね。ただこれはね、実は作者がはっきりしている創作だということははっきりしている話ではあります。それは固定ハンドルネームがよだれという人が書いたものだというのは本人が表明しているので、猛スピードというのはよだれの創作だということははっきりしています。でちなみにこのよだれというのはみんなからよだれ先生と呼ばれる2チャンネル界の非常に尊敬されている人物で、あのネット会談とは別なんですけれども、栗山千明に丸々されたいスレというものをずっと書かれている、栗山千明にメタメタにナイフで切り刻まれてポイ捨てされたいとか、そういう妄想を、非常にクオリティの高い妄想をもう何年にもわたって書き続けているよだれ先生という人が書いたのは、さすがよだれ先生っていう恐ろしさ、発想の着眼点、雰囲気の良さっていうのがこの猛スピードという作品なんで、これも 2,3 分で読めるんでぜひ読んでおいてください。そして初日にお話しした2010年代以降ネット怪談で際立ったものがないとお話ししましたが、リアル体験路線については実はこの2010年代以降流行ったものなんです。それは如月駅を元祖とする異界駅もの。実は2004年に如月駅が誕生した後はその数年間如月駅というものはすごく流行ったわけでもない、有名になったわけではないんですよ。おそらくそれがだん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 有名になってきたのは2010年前後、2009年2010年あたりになって、そしてまたリバイバルする形で2011年闇駅というものは投稿されたんですね。これは如月駅と同じ世界観のものとして書かれて、如月駅のある駅の一つ手前が闇駅であり、また片須駅というものがあったりという感じで、闇駅片須駅というものがあり、そしてそれは如月駅という世界と実はつながっているんだ、それが異界駅という広がりのある
ワールドを作り出していくという解釈がなされていくわけですね。でそれを機に異界駅というのがまたリバイバルブームが起きまして、2011年以降というのは続々といろんな異界駅が登場して、もうおそらく今でね30種類ぐらい異界駅あるんですよ、数えてみるとね。まあ詳しくは多分浅里いつき先生の日本現代怪異辞典なんかを参照してもらうといいと思いますし、まあそれを参照してまとめたのが私の金足地巡礼という、まあ、この動画でもたびたび宣伝している本なので、そちらを読んでいただければいいと思います。話を戻しますと、この頃にはまとめサイト、怪談や都市伝説専用のまとめブログなんかも増えてきて、キサラ劇っていうのはネット怪談の定番にもなり、昨年2020年なんかは地上波のテレビ番組で1に2回も取り上げられて、その2回ともツイッターのトレンド入り、キサラギ駅、ハッシュタグキサラギ駅というものがトレンド入りするっていうほどの、まあ、人気になってきたわけですね。まあこれはおそらくキサラギ駅というものを知らない若い世代、中高生ぐらいの世代がそんな面白い話があるんだっていうことで盛り上がったんじゃないかなっていうのが私の見解なんですけれども、それが今の現在のネット怪談の状況なわけです。2000年代ぐらいに流行ったネット怪談、我々からすると、またそのネタ使い尽くされたネタじゃん、言い尽くされたネタじゃんと思うんですけども、今の若い子たちにとっては新鮮なわけですよ。それがまあ現代の状況だからこそ、そういう2000年代のネット怪談というのがリバイバルブームが2020年ぐらいから私は実はここ 1、2年起きてるんじゃないのかなと思うわけですね。そんな現在、私が個人的に注目しているのは窓から首ひょこひょこ女。これ言い尽くされてるのまた吉田言ってらーって思うかもしれませんけども、これはまたね新しい都市伝説ネット怪談として、窓から首ひょこひょこ女が来ると私はずっと言っています。リアル体験路線で言えば、まあ、YouTuber の人たちが心霊スポットに突撃するっていうのがここ数年で増えましたよね。まあ、心霊スポット突撃って、まあ、我々からするとちょっと古い感じのテイストに思えるんですけども、でも YouTuber の増大によってやっぱり YouTube のコンテンツとしては心霊スポット突撃ってやりやすいと思うんですよ。なので心霊スポットに突撃してその動画を、まあ、配信だったり録画したものを見せたりっていう文化ブームというものはここ数年でまた盛り上がりを見せていますね。先ほども触れましたけども、2000年代ネット怪談のリバイバルブームが起きているため、犬鳴村や鮫島事件、樹海村というものがどん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 映画化されていますよね。なので2021年もおそらく2000年代のネット怪談というものがいくつもいくつもリバイバルされるのではないかなと私は睨んでおります。ではまた次の授業でお会いしましょう。オカルトエンタメ大学の受講生であれば、おとり箱を知らないなんて人はいないはずですよね。小さな箱らしいんですよ。ただその正体というものは、強力な呪いを閉じ込めた最強の呪物。おとり箱の現場として有力視されているのが、まあ、言っちゃっていいですよね。もう言っちゃいますよ。現代の日本ラインからすると、滅ぼされた、祀らぬ古の民、その人たちが葬られている場所が、このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録忘れず。